佐藤美久の女優堂 皆さん、こんばんは。1ヶ月ぶりのご無沙汰です。佐藤美久です。4月になり、とうとう佐藤美久の女優道も2年目に突入いたしました。ありがとうございます。いやおめでたいということで、ますます頑張っていきたいと思います。 いやもう本当に、えー、もうこの1年間振り返るともう最初はどうなるかと非常に心配しておりましたがもう最初は本当に向いてないともうちょっと少し思ってましたただやっぱりこう回数を重ねていくことでまだまだですけれども成長しているということにこう実感してきてですね本当にもう葛飾 FM さんにはもう頭が上がらない,上がらないというかもう。 このような貴重な経験をさせていただいて、本当に斉藤さん含め、本当にありがとうございます、えー。今後もますます頑張っていきたいと思います。えー、そして、この番組のオープニング直前にお聞きいただきましたのは、えー、先月まで成田義恵の声優道のコーナーでレギュラー出演されていました、えー、成田さんが作ってくださった CM なんです。えー、また、この番組佐藤美久の女優道は、えー、Ustream でのえ映像配信とと,ともに、えー、記念すべき、 まあ今となってはとても恥ずかしくゲストに来ていただいた先輩の吉岡彩さんには本当に申し訳ない思いしかない初回放送分最近こうテレビなどで話題の音楽プロデューサーの直さんがご出演いただいた回。 その他多くの方が、えー、ゲストに出ていただきましたが、えー、それら全ての放送が YouTube でアーカイブ化していただいておりますので、えー、チェックいただいて私の成長度合いを、えー、皆さんにも、えー、体感していただければなと思います、えー、それではここで1曲お聴きください水越ゆかさんの楽曲「花時計」ですどうぞ 水越ゆかさんで花いいてたただきましたこの楽曲は現在千葉テレビで毎月第4土曜日13時から放送中で事務所の先輩吉岡彩さんや佐々木千秋さんが出演されているスポーツトーク番組「SC とスペシャリストの素顔」のエンディングにも使われておりますさてそれではリスナーの方からお便りをいただきましたのでご紹介させていただきます まず一つ目はですねラジオネームワンワンさんからいただきましたこんばんは、えー、桜の桜がきれいな季節になりましたねいつものみくちゃんの放送を聞いて元気をもらってます、えー、私は大好きなものを3つ言うと緑茶早朝の外の匂いミストサウナです、えー、みくちゃんの好きなものを3つ言ってください放送頑張ってねありがとうございますそうですね今パッと 思い浮かぶのは、えー、1つ目がイチゴ2つ目がアニメ3つ目が嵐さんです。はい、<laughs> ということではい、私の好きな3つはパッと浮かぶものはやっぱりそれですね。 はいでは続いてまいりたいと思います。ペンネーム298円のお肉さんからいただきました。えー、こんばんはいつも楽しくみくちゃんのラジオを聞いています、えー。私は4月から受験生になります。みくちゃんは高校受験の時どんな風に勉強しましたかぜひアドバイスをお願いします。これからも頑張ってね。ありがとうございます。なるほど受験生ということでそうですね私の。 受験、高校受験はちょっと特殊だったんですけどやっぱり普通の高校受験で勉、えっと、数学とか国語とかこう勉強すると思うんですけど私はですね一応なんかこう音楽を専門にやるというまあ、えー、学科というかそういうのがありまして一応音楽の勉強ですね。もう小学校の時の時音楽の教科書とか引っ張り出してもう ベートーベンだったりとかこういろんなとこを勉強したりとかあとはもうピアノの練習もしましたねはいやっぱかなり特殊なんじゃないかなっていうのははい私はいつも思ってますねえー、高校受験大変だとは思いますが本当に頑張っていただきたいなと思いますえー、それでは3つ目いきたいと思います えちょっとペンネームがないので差し支えていただきますが、えー、毎月、えー、楽しく聞かせていただいています、えー、みくちゃんデビュー1周年おめでとうございますありがとうございますえデビューしてから一番成長したと思うことは何ですかまた一番楽しかった仕事は何ですかそうですねやっぱり一番成長したというのはやっぱりこのラジオを通じてこうちゃんと 自分の言葉で喋れるようになったなっていうのは一番の成長したところなんじゃないかなと私は思います、はい、そして一番楽しかった仕事まあまだ1年目ということでいやたくさんのたやっぱり一番と言わずにこのお仕事この女優さんというお仕事に関われたことが私にとってやっぱり一番楽しいというか誇りに 思思えることととだないいままますすす、えー、皆さんおおおお便便りりりり本当にありがとうございます、えー、次回もお便りどどしどしし待ちしております、えー、ファックス番号03567053320356705332メールアドレス 789-kfm789.co.jp789-kfm789.co.jp 佐藤美久の女優道までお願いいたします。 それではまず最初のコーナーはミクのマンスリリーーダイエリーありがとうございます。このコーナーは毎月その1か月間で営業やお仕事現場などで何を感じ学んだかなどを紹介させていただくコーナーです。さて先月も ドラマの現場にたくさん参加させていただいて、えー、いろんな活動させていただきましたのでご報告させていただきたいと思います、えー、いつものことですが、えー、守秘義務のためあまり詳しく申し上げられませんが、えー、紹介させていただきます、えー、まず最初はですね初私のですね、初主演映画「カップルで行こう」レコーディングということで、えー、もうすぐ予告編 YouTube にてですね、公開予定でございます。そして、6月15日上映会決定しております。詳細はちょっとまだなんですけれども、私のブログや事務所のホームページをチェックしていただければなと思います。会場はですね、東京都の江戸川橋にあるエ箱ラバコというホールで開催,開催が決定しております。 えー、当日は、えー、私佐藤美久上映会と、えー、舞台挨拶はもちろん、えー、この番組にゲストに、えー、来ていただいた原野正明さんと共に主題歌「カップルで行こう」歌っちゃうかもしれません多分歌いますはいそしてでは次行きたいと思います、えー、某有名アイスキャンディの、えーの CM が放送されまして、えー、と撮影の時にこれちょっと土手を自転車で走るっていうシーンなんですけど 撮影の時にこうちょっと土手の間に何かちょっと不思議なものっていうかなんだろうなっていうものがあってでいざやっぱ CM を見ると「ああ」というなんかこのアイスの棒の部分がっていうことでなるほどなんかこう CM の完成を見るとなんか答え合わせじゃないですけどそういうのを感じられたなっていうのを思いました。 では、続いてはですね、日本テレビさんの話題のドラマでして、えー、先週最終回が私、ちょっと映っていまして、なんとこのドラマも映画化も決定していまして、そこにも、その映画にも参加させていただいているので、非常に公開も楽しみです。続いてはですね、テレビ朝日さんの3月27日9時から放送されたスペシャルドラマ、 放送されたんですけれども、えー、と現場にいた時は多分映ってないんだろうなっていうのもなんか心にありつついたんですけどこういざ見てみるとがっつり映っていて非常にびっくりしたんですけどこう歩いてるとこ,こう橋の上をこう歩いてるとこだったんですけどまあ結構な時間が映っていてちょっとびっくりしていました。はい、そしてて続いてはです、ねね、フジテレビさんの えーとバラエティィ番組の、えー、再現の方で、えー、参加させていただいたんですけれども初の再現ドラマの現場でして、えー、私も大好きなバラエティ番組だったので非常に嬉しいなと思いつつ、えー、主演の方とも、えー、かなり楽しい現場になっていましてご気さくに話しかけていただいたのが本当に嬉しかったですね本当に放送を楽しみにしています。 えそ,してがそして次がですねまた同じくフジテレビさんの、えー、ドラマに参加させていただいて、えー、4月19日から放送のドラマなんですけれども、えー、と現場がですね、えー、挙式の、えー、と結婚式場ですねで撮影だったんですけれども、えー、主役の俳優さん女優さん、えー、ウェディングドレスとタキシードを着てですねこう歩いてくるっていうの本当に綺麗でかっこよくて。 私もいつかああいうのを着てみたいななんたり思ったりしておりました <laughs> はい次がですねえー、とある映画に、えー、参加させていただいたんですけれどもなんとですねえー、私も、えー、出演しました月下3000の星ザ・ムービーや、えー、私が、えー、通っていた専門学校の卒業制作でカメラマンさんとして、えー、来ていただいた吉沢さんにですねなんと 再開しそれでびっくりして本当にあれと思ってでやっぱりあ吉沢さんだなっていうのを再確認してもう現場終わった後にすぐにこうお話しして本当に今日はありがとうございましたと、はい、今後ともよろしくお願いしますとちゃんとはいさ願できたのでそして続いてはですね「えー、ファンタジー時代劇」に出演しまして。 雅、えー、という役なんですけれども初の時代劇ということで,でも久しぶりに浴衣を着まして一応あの専門学校で日本舞踊の授業があって浴衣の着付けというかまあ一応着れ,る着れるので一応頑張ってきて思い,思い出しながらこう頑張ってきてでかなりやっぱ時代劇って。 こう言い回しとかが難しいなというのはやっぱりちょっと自分の中でも思っていたのでまあでもいざ撮影となるとガッと集中できたなと私は思ってます <laughs> はいそして次がですね、えー、TBS さんのドラマでして4月17日からスタートのドラマに参加させていただいたんですけれども主演の方がですね私の大好きな方なんですけれども なんと現場にはちょっとお会いできなかったんですけれども非常に残念だったんですけれどもこのドラマに参加できたことに私はもう誇りを感じております <laughs> はいそしてですねそして、えー、同じ事務所の、えー、先輩の、えー、佐々木達也さんの、えー、舞台なんですけれども「大改訂版そして龍馬は殺された」がですね、えー、始まりますので私もちゃんと見に行きたいなと思っております えー、まとめますと、えー、かなり、えー、と自分としてはちょっと成長した部分が見えてきてるんじゃないかなというふうに思っております。続いてのコーナーは「スリムへの道」 えー、このコーナーは、えー、私佐藤美久がより美しい女優さんになるべくちょっと私のスタイルが太めということでこの放送の中で、えー、毎月ダイエットリポートをしていくという公開ダイエット企画なんですけれども、えー、先月に続き私佐藤美久最低でも1キロ痩せる宣言をしたんですけれども結果は失敗でしたすみません本当に申し訳ないですということで罰ゲームは えー、先ほども、えー、申し上げましたがあ何キロ、えー、そうですね今かなり停滞しておりまして今朝測ってきたんですけど57.5とかぐらいでちょっと足りなかったですねもう申し訳ないですということで罰ゲームは5月公開予定の「カップルで行こう」主題歌をアカペラで歌います 頑張ります。では、サビのみ歌わせていただきます。では、いけます。佐藤美久のカップルでいこう。赤べらバージョンまで。3、1。ごめん、愛してしまった。君をこれからカップルでいこう。はい。どうでしょうか <laughs> 斉藤さんありがとうございます。拍手ありがとうございます。そしてはい、申し訳ないですね。本当に今月に続いて、えー、来月も、えー、この収録までになんとかまた最低1キロ痩せてこれるかチャレンジしたいと思います。来月は65.5ということ、56.5ですね。ですね。はい、頑張ります。えー、そして今月、意揺できなかった場合は、えー、次回もちょっと、ちょっとハードと聞いている。 とっても恥ずかしい罰ゲームをこの番組で来月も本番中にいたします、えー。とにかくまだまだ頑張りますので、こちらの応援もお願いいたします。以上、スリムへの道のコーナーでした。 えー、それでは、ここで一曲を聞き,きたい、お聴きいただきたいと思いますが、えー、先ほども、私もちょっとアカペラで歌ったんですけれども、えー、映画カップルで行こうの主題歌、えー、友情出演していただきましたスタービートの、えー、役者さん、原野正明さんが歌ってらっしゃるカップルで行こう完全版を聴いていただきたいと思います。では、6月15日、 公開予定、井口春花初監督作品映画「カップルでいこう」の主題歌作詞佐藤美空作曲原野正明「カップルでいこう」です。どうぞ。 6月15日公開予定映画「カップルで行こう」の主題歌「カップルで行こう」聞いていただきましたいかがだったでしょうか、えー、今回は、えー、原野正明さんバージョンを聞いていただいたんですけれども一応私の佐藤美久バージョンもありますので、えー、どこかで、えー、公開できたらなって思っております、えー、さて続いてのコーナーは 2, 2年目に突,突入いたしました佐藤,美久の佐,佐藤美久の女優度新コーナーに参りましょう。美久のディズニーを語れ <laughs> はい、このコーナーは実は私、佐藤美久ディズニーが大好きなんです。えということで。 えー、とことんディズニーについて語ってしまおうというなんとこんな自己中、自己満足なコーナーとなっております、えー、今回はなんといっても最近始まりましたディズニーイースターについて、えー、語り尽くしちゃおうと思っておりますではですねディズニーイースターをですねちょっと語っていこうと思うんですけれどもなんといってもやっぱり皆さん満喫したいなと思いますので えー、ディズニーイースター満喫したい方におすすめのエッグハントというものがありまして、えー、パーク内にですね、えー、あちこちにイースターある、えー、あちこちに置いてあるねイースターエッグを探すというプログラム,プログラムでして、えー、エッグハント専用マップというのが えー、パーク内で、えー、売っております、えー、それをヒントをもとにですね、探し当てて、えー、見事にゴールするとオリ,ジナオリジナルグッズがゲットできるというものがありまして、なんと、えー、コースが3つありまして、えー、難しさがもあります。1、えー、つ目はですね、ビギナーコースというのがありまして、こちら初心者向けとなっております。えー、ディズニーキャラクターのこうイースターエッグが。えー ディズニーキャラクターのイースターエッグというのがありましてそれを探してみるということで、えー、かなり、えー、初心者でもの方でもできるようになっておりますなんとゲットできるグッズはですねこう首から下げる、えー、キーホルダーでして、えー、ビギナーメダルというものでして、えー、5種類あります、えー、何,かが何が出るかはこう卵を開けてからのお楽しみということで、えー、もしやりたいな でも初めてだからちょっとできないかもしれないっていう人にもすごいおすすめなので皆さんよかったらやってみてくださいそして2つ目はですねエキスパートコースといってですね、えー、スケッチを、えー、とその、えー、専用のマップにですね、えー、スケッチが書いてありましてそれをヒントにして、えー、探し当てるというふうになっておりまして、えー、先日友達がそのエキスパートコースをやったということを 耳に挟みましてかなり難しいということで絵は描いてあるんですけどもその絵を頼りに近くに卵をあるかというのを探すってかなりちょっと難しくなっておりますそしてゲットできるですねオリジナルグッズがですねエキスパートメダルといって、えー、ミニちゃんののですすね銀のメダルがもらえますはい、えー、かなり可愛くできておりますので皆さんちょっと もう頑張りたいなっていう人はエキスパートコース行ってみてください。そして3つ目はですね、えー、マスターコースというものがありまして、他の2つとは違って、えー、謎を解きながら、えー、エッグを探すというふうになっております。えー、これもかなり難しいと聞いております。<laughs> えっと、えー、パークのことが、えー、詳しい方はかなり有利なんじゃないかなと私は思っております。はい、えっ、ー、と、私もですね、ちょっと 去年はやったんですけれども、私はちょっとビギナーコースをちょっとやりました。<laughs> まだ初めてやったので、はい、頑張りました。でも結構ビギナーコースも、まあ、難しく、まあ、初心者向け、まあ初心者向けだとは思うんですけど、ちょっと私の探し方がいけないのかなっていうのは思ってますけれども、えー、マスターコースは本当に難しいと聞いております。はい、そしてゲットできる、えー、オリジナルグッズは、えー、マスターメダル。 と言いまして、えー、先ほどのミニーちゃんと違い、えー、ミッキーの金のメダルがもらえます私も今年は頑張ってエキスパートコースでもやってみようかななんて思っております今年はちょっとまだやっていないのではい、頑張っていきたいなと思っております、えー、大人から小さいお子様にも確実に楽しんでもらえると思っておりますまだまだ、えー、ディズニースター始まったばかりですけれども えー、6月15日まで、えーえー、ディズニー・イスターやっておりますのでちょっとでも行きたいなっていう方は行ってみていただければなんと思っております一応私は、えー、年間パスポートをディズニーランドの年間パスポートを一応持っておりますので、えー、この3つ制覇できたらななんて思っております <laughs> はい、えー、かなり長く熱 <laughs> く語りましたけれどもはい 皆さん行ってみてはいかがですか。では続いてのはいではではえっ、ー、とこちらで、えー、ミクのディズニーを語れを終わりにしたいと思います。じゃあ CM です。 え皆さん、改めまして、新人女優、佐藤美久です。さて、ここからは、先輩アザースということで、先輩俳優、女優、監督など、業界関係者を毎月ゲストにお迎えして、先輩の方々からいろんなお話をお,お伺いしていくというコーナーです。えー、今回のゲストは、タレント、女優の、お島香まかおりさんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お島香まかおりさんは、えー、神奈川県佐川原市。 のご出身で、さみささうんさみさわさ相模原ですね失礼いたしました神奈川県さみさうんさみ相,<模>相模川市原市さ相模原市ですねえさえいや相模相模原です相,相,相模原ですね,です,です,ねすみません失礼いたしました <laughs> のご出身で2004年にネット 秋葉系アイドルとしてデビューされその後グラビアアイドルタレントとして主に活動されていらっしゃいました最近はバラエティ番組や先ほど紹介させていただいた私も出演させていただいたファンタジー時代劇時代劇に えー、出ていまして、えー、メインのくのいちのメンバーのお一人としてご出演されていらっしゃいますお年し沼さんよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますでまずちょっと質問させていただきたいんですけれどもまずこの業界に入り入ろうと思ったきっかけは何だったんでしょうか私はですね、はい、小さい頃まだ自我が目覚める前なんですけどはい 2歳から3歳ぐらいの時に、はい、すっごい泣き虫で、はい、どうにもならなかったらしいんですけどその時にお母さんが「はい、クリーミーワミー」とか分かりますアイドルのアニメなんですけど、はい、分かんないです、ね、あ分かんないかわかですもんな、ねはいかわかんな、はいかわんない私も昭和が大好きなんで,、はいはい、で小さい頃やってたアイドルもののアニメ、はいはい、今だったらなんだろうな いいっぱいあると思うんですけど、はい、それを流してると、はい、テレビで流してると、はい、なぜかおとなしくなって泣き止んだっていう、はい、多分それがきっかけでもうすり込まれたんだろうなって思ってるんですけどなるほどそうですね映像も見て<ー>その頃からもうアニメオタクの血が目覚めたと言いますか。<laughs> そうなんですよそしてこうなぜその選択が秋葉系アイドルだったんですかこれがですね私は可愛いものが大好きなんですけど今もすごい緊張してるんですけどすごい上がり症でそうですかあんまり感じないですけどなぜか人に伝わらないんですけどそうなんですなのでとても自分が可愛い服が好きとか歌が好きとか 言えなかったんですね<ー>言えない子だったんですけど、はい、我慢して我慢してアニメやとか漫画を見て、はい、自分でも漫画を描いて<ー>自分がその漫画の主人公にこう思いを投影してたというかいそしたらいろいろ調べましたら、はいはい、あこのフリフリで猫耳がついたり、はい、天使の羽手が入ってるのは秋葉系だと思いまして。はいあ その時ちょうどメイドブームとかが。起きまして、秋バけアイドルとして。やったらどうかという話になり、やってみました。はい。やっぱり、お衣装とか可愛いですよね。可愛いですよね。<笑><笑> <laughs> 私もロリータ服が大好きで。ああ、そうなんですね。はい、今はなかなか、あんまり着る機会ないんですけど。はい、結構当時は頑張って、衣装を用意したりとかして。はい。やってました。はい。 アイドル時代はこう具体的にどうういっったた活動をしししてらしたんででょうか。えっとですね、はい、歌が本当はメインでアイドル歌手になりたいなと思ってやってたんですけど、はい、なかなか歌のお仕事ってなくって、はい、じゃあ水着になったらどうかみたいな話がありまして、はい、自分の体験に自信はなかったんですけど、はい、でもまあいっかと思って、はい、自分は大好きなアイドルさんが 水着着てるし、うん、自分で見るのも大好きだし、うん、DVD とか写真集とか集めてたんですね、うん、大好きなアイドルさんの。はい、なんで、まあ、やってみるかみたいな軽い気持ちで <laughs> やりまして、はい、撮影会とかあと雑誌で企画があったら秋葉家アイドルの水着の、まあ、グラビアとか、はいはい、あと DVD ですね。はい、あのイメージ DVD っていうのを 撮影してもらったりとかあとは歌もやっぱり好きなので昭和のアイドルさんの歌をカバーしてライブ活動したりですとか結構いろいろ種類のちょっと今ちょっと思い出せないぐらい昔なんですけどいいいやらせてたただきましねグラビアの撮影ってやっぱポージングとか結構大変なんじゃないかなって思ってるんですけどやっぱり。 大変ですかねそうですね私も結構研究するのが好きなんで研究してたんですけど、はい、でもやっぱり皆さんお胸がね大きかったりとかすごいくびれだったりとかするじゃないですか。はい、それに対抗できないんで、はい、もうどうしようかなって思ったのが。はい 自分が好きなアニメのキャラクターっぽくしちゃおうみたいななるほどはいありますねそうですねそうですねもう少ない層を狙いましたねおーはいありがとうございますこう聞くところによりますとこうし島さんは先ほどもちょっとお話ありましたけれども80年90年代の昭和アイドルソングを歌うということなんですけれどもこれまたどうしてなんですかね はい、私今のアイドルさんも大好きなんですけど、はい、なんか昔のアイドル歌謡って分かりますはい、なんかちょっと。多分言っていただければなんとなく分かるようなすするんですけどか,りますかあの中森明菜さんとか、はい、松田聖子さんとかああいった方の楽曲ってキラキラして可愛くってファンタジーなんだけど、はい、曲調がなんかちょっと演歌っぽい感じもあったり。は 歌歌詞ががアイドルここんなとうのみたいなちょっと不倫っぽいことを歌詞で歌ってたりとかそういうのが好きでで私の歌声って低いんですすよごくなんか緊張して喋ってる声は高いんですけどもう今すごい緊張して上がっちゃってるんですけど歌うと低いのでそれがどうも昔のアイドルさんの曲に合う。 みたいで、あなるほどはい、大好きで歌ってます。はい。で私の母もかなり詳しくって、そうですね。音楽番組とか、こうやっぱ昔のこう昭和のアイドルさんのこう歌が流れると、はい、口ずさんでもうほとんど知ってるんですよね。はい、やっぱりそうですよね。なんかやっぱなんでそんなに知ってるのって聞くとなんかやっぱ歌手っていうのがなんか昔はあって、はい、でその。 有名な歌の,の歌詞がうわーって書いてある本が売ってるっていうのを聞いてだからそのすごい分かるんだよっていうのを言われてなるほどなっていうのがやっぱ今の時代そういうのあんまりないようなやっぱり気もするのでそうですよねいろんな権利とかもあるし、ね <laughs> はい、そうですねないかもしれないですね。はいはい、だからいいつもびっっっっくりりりしますはそんはすごいなってややぱぱあ,あとやっぱり 結構、まあ今の楽曲もキャッチーな曲いっぱいありますけど、はい、昔の昭和の曲って耳に残ると言いますか。はい、あ、わかります。歌詞も残るじゃないですか、はい。なんか私もやっぱり聞いてて、やっぱりまた違う番組でこう聞くと、あ、知ってるなっていうのがやっぱり実感できるっていうのがやっぱり、そう、ね、そなんか私も口さんでると、あの、 かわやたか、違う、はい、やっぱり、なんで知ってるのっていうの、やっぱりびっくりされたり。歌 <laughs> <laughs> いつられてくる。時代をつ、はい。そう、やっぱり、耳に残るっていうのが、やっぱすごいなって思いますね。ですよね。はい、もう、その完成度の高さが大好きです。なるほど。はい。やっぱ、今のアイドルさんで、一番好きな方っていうのはいらっしゃるか、はい。今のアイドルさんで、一番好き。はい。 1一番か結構難しいんですけど <laughs> あれ、はい、も私衝撃的だなって思ったのが、はい、昔好きだったのが小倉優子ちゃんがアイドル時代のすごい好きだったんですけど、はい、それっていうのはもう本当にアニメから飛び出したみたいな完璧な美少女と思ったんですけど。 今だと橋、はい、橋本環奈ちゃん。あ<ー>あ<ー>、あります。いますよね。も,もう何、何この子みたいな、本当に人間みたいな感じの。はい、可愛いですよね。もう可愛くって、可愛くって。<laughs> はい、私も本当に、私も橋本環奈すごい好きで。あー、そうなんですか。はい、もう、私も。やっぱり、番組で結構。出演されているの、やっぱ、めず、やっぱ、可愛いなっていうのは。 そうですよね。ねもう、はい、いろんなの見て全部可愛い,いじゃないですか。はい、どんな表情しても可愛い,い。わ <laughs> かります。はい、<laughs> では、えー、とやっぱこうアイドルソングを歌うということで、はい、こうどういった歌手の方々を歌われるんですか それ私が好きなアイドルさんが結構皆さんに昭和のアイドルって言うとさっき言った松田聖子さんとか中森明菜さんだとすんなり話が通じるんですけど私が好きな方っていうのは田村絵里子さんとかあと岡田由紀子さんとか姫野木梨花さんっていう全然分からないと思うんですけどちょっとあの。 いいわゆるママイイナナー、ー全然マイナーじゃないんですご、はい、活躍されてるんですけど、はい、でもこう一般的に見ると、はい、マイナーなアイドルさんたちの曲が好きなんですね。なるほど、はい、こうやっぱり今のこの j p o p とやっぱり、えー、昭和のアイドルソングでやっぱり全然歌い方っていうのはやっぱ違いますか、うん、あー何ですかね私は 声が結構好きだったりするんですけど<ー>昔のアイドルさんの何、はい、だろうななんかこう裏返りそううううでで裏返らなななないいよよ微妙な高さのの声とか、はい、そそううが好きなんですよね、はい、それが今のアイドルさんだとちょっとちょっとやっぱ機械でいろいろ変えてたりするじゃないですか、はい、<laughs> そうそうそうそれがあるからもうちょっと生声のがいいなみたいな。な こうやっぱり今までこういろんなお仕事を体験していらっしゃると思うんですけれども、はい、一番印象に残ったお仕事っていうのはありますか一番印象に残っているのは、はい、私アイドル時代に、はい、絶対すごく露出する仕事はしたくないって言ってて、はい、断ってたんですけど、はいまあ、ブームがいろいろありまして。はい 結構小さめの水着とか衣装とか、うん、ちょっと過激な演出というかが流行った時代があって、はいはい、嫌だったけど何としても売れたいみたいなふうに思って挑戦した DVD があってあ、はいはい、そのお仕事がやっぱ印象に残ってますね嫌嫌だ嫌だを何とかやったみたみいな感じでは逆に一番の失敗エピソードはありますか あ私いっぱい夢があったんですけど、はい、その中の一つで遊園地で歌うっていうことが夢だったんですけど、はい、浅草の花屋敷、はい、はい、そこでイベントがあって、はい、歌えるってなったんですけど、はい、緊張しすぎて歌詞がぶっ飛んじゃってでそのぶっ飛んだ時間が長すぎてほぼほぼ歌ってないみたいな。 笑ってごまかすみたいになってしまって、はい、もう本当に失敗したなって後悔してます、うんはい、今でも結構うなされるなっていうそして音島さん、はいえー、今回の、えー、ファンタジー劇ですね時代劇ですね、はい、私も出演させていただいたんですけれども、はい、どうでしたかははい、はい あのくのいちという役柄で自分の衣装昔持っててよかったなっていうちょっとワロリータの衣装あったんですけどそれが忍者っぽいと思ってそれを着てアクションなんかやったことないのに剣剣作った剣を持ってタタタタってこう、林の中を走り回ったりとかしてすっごい楽しかったです。 現場でちょっとご一緒できなかったのでその印象を見たかったですね私もちょっとあのどんな感じだったのかみやびちゃんに会いたかったみいありがとうございますそしてうちの事務所の先輩吉岡綾さんが同じくのいちメンバーで吉岡さんがこうリーダーだったということを伺ったんですけれどもどんな印象を持ちですかもうとにかくお姉さまっていう感じでもうかっこよかったですね わかりますすよよねねそうでちょっと羨ましいな後輩ちゃんうらやましいみたいに思いましたいつも見ててかっこいいなっていつも思ってますそうですよねそれでいてちょっとお茶目なところもあり現場を和ませてくれる素晴らしい方だなと私も同じく思っておりますそして監督はですね柳澤康彦さんの監督だったんですけれどもどんな監督でしたか 柳沢さんは何か動きが面白い方だあ、のやっぱり、はいろいろ頭の中をぐるぐるあのクリエーションしてて、はい、で動きがこうちょこちょこやってて、はい、でたまにこう面白いことを言ったりとかしてて。はい なんか癒される監督さん、はいかります、ちょっと可愛らしいというか、ちょっとそう言っていいのかわかんないんですけど、<laughs> はいす,ね、すごい癒される、緊張を和らげてくれるっていうか、すごくやりやすかったです。はい。はい、私も初の時代劇のあの映画だったので、<ー>ちょっと緊張しつつも授業で習ったことをちょっとでも活かせればななんて思いつつ、じゃ剣の持ち方ちょっとかっこよくしてみたりなんて、 <laughs> あ、アクションもありなんですね。<laughs> あの、いや、一応、なんか、その格好というか。こう、姫様を守るっていう瞬間のところを取るんですけど、うんうん、こう、どう映ればかっこいいかなっていうのを。ちょっと家でも研究して<ー>。ああ。思い出しつつ <laughs>。頑張って、私も頑張りました <laughs>。あ楽しみですね。<laughs> はい、いです私いです。はい、はい。えっと、では、今後の。 えー、落としその目標などありましたらはい私はですね、はい、アイドル時代に本当は歌をちゃんと勉強したかったりとか、はい、演技もやりたかったんですけど、はい、なかなかいろんな目に遭いまして、まあ、ここではちょっと割愛しますけれどもいろんんなな目にあっってレッスンできなかったんできかたすね、はい、そして今現在あんまり大した特技もなくということになってしまったので、はいはい、今後はいろんなことを勉強して、はい ま、演技もそうですし、はい、歌もあと MC もすべ、はい、てにおいて勉強しながらいろんな仕事ができるような音島かおりになりたいなと思ってます。はいいありがとうございます、はいえー、それではですね音島、えー、さんから、えー、この番組お聞きのリスナーの皆さんにちょっとメッセージなどありましたらお願いいたします。はいはいえー、と私音楽の 音という漢字に、山辺がつくしまで、ひらがなで香りで、音島香りと申します。好きな言葉がですね、はいチゃリバチョーでなんですね。はいチゃリバチョーでってわかります聞いたことあります。ですよね。はい、あの、ミクさんがお好きなディズニーのステーッ,、はいはい、ッチ。 はい,い、私スティッチが大好きなんで、はい、私も大好きです。あ、本当ですか、すごい嬉しい。はい、い一番はスティッチです。<laughs> あ、そうですか。はい、ちょっと後で。はい、そのスティッチに出てきたイチャリバ頂戴って言葉が大好きで。はい、一度会ったらみんな兄弟っていう沖縄の言葉なんですけど。はいはい、その言葉を胸に、今後も活動していきたいと思いますので、はい、皆さん、あの私。 ブログとか、はいろいろ SNS かなりの量やってるのでそうなんですねそうなんです、はい、なのでぜひ、はい、これからも私の活動見守っていただけたらなと思いますよろしくお願いします、はい、ありがとうございます、えー、それでは大年島香里さんからですね、はい、一曲リクエストお願いしたいんですけれどもぜひ、はいえー、選曲理由もお聞かせいただけますでしょうかはいあの岡田ゆき子さんの花のイマージュ、はい っていう曲なんですけど、はい、私がアイドル時代に、はい、多分一番多く歌わせていただいたんじゃないかなっていう。はい、はい、ちょっとおカレっていう感じですかね。そう言っていいのかな。えー、はい、わ <laughs>、はい、かりました。はい、で、恐れ入りますけれども、はいえー、タイトルコールをお願いいたします。はい、では、いきます。岡田有希子さんで、花のイマージュ。 さて皆さん今回のゲスト島かお年間香織さんがリ,リクエストしてくださった、えー、花のイマージュを聞いていただきました、えー、かなり可愛らしいやっぱり曲ですねあそうですかよかったどどんな印象を可愛らしい以外にはやっぱりこう耳に残る、うん、やっぱり昭和のアイドルソングってやっぱいいなってやっぱり今思いま,、ね、思いましたはいなんかあの可愛いだけじゃなくて、はい 憂いがある感じしませんはい。そこがすごいんですよね、はい、はい。私もこれからなんかいろいろ聞いていきたいなって思いました本当ですか、はい、よかった <laughs> あのいろいろお教えしますので <laughs>、はい、よかったら <laughs> ごい聞いてください、はい、私ちょっと暗いんだけど暗いベースの上に明るさが乗ってるのがすごい好きなんでは,はい。 ぜひはいよろしくお願いいたしますではなんともうエンディングが近づいてまいりましたそれではこの辺りで音島さんから告知などございましたらお願いいたしますはい私音島かおりはですね「アメーバブログ」と「ツイッターと「フェイスブックと「インスタグラムと「ニコニコ動画」のチャンネルと「YouTube」のチャンネル あと何だっけななんかいっぱいやってるんですよああすごいですねも <laughs> う,う,うもう片手終わっちゃうもうわかんなくなっちゃったはいいろいろやってまして、はい、で YouTube ではあのまあよくわかんない変なことをやってる動画を自分で作って、はい、<laughs> アップしたりしてまして。はいはい <laughs> で結構まめにインスタグラムは更新してます。はいミクさんもアメーバ袋やってますね。はいありがとうございます。読者になってます。ありがとうございますありがとうございます。はい私も入っちゃってます。はいありがとうございます。なのでいろんな活動の状況とか、まあ自分が思ったこととか日々のつぶやきとか、あの私事務所に入ってないので縛りがないんですね。 であのこの年齢になったのであんまり怖いものがないっていうかあるんですけどないっていうか全部自分で出しちゃえみたいな感じで結構言っちゃいけないかもしれないような暗いことも書いたりしてすそうなんですね。であとイベントが5月4日にですね多マセンターという。 聞いたことありますかちょっと聞いたことないですね。あですよね、はい、東京都なのかなはい東京都なんですけど、はい、ちょっとあの神奈川の方なんですね。はいはい、そこの多摩センターというところでサンリオピューロランド側の辺はあるんですけど、はいはい、でその多摩センターのところでイベントがありまして、はい、音楽イベントなんですけど。はい 初めて MC をやらせていただくということで、でも今からすごい緊張してるんですけど、しかも子供祭りってついてて。ああ、じゃあお子さんがたくさん。そうなんですよ。お子さんはね、結構平気でババーとかいますから。素直なんですよね。俺も素直なんですよ。小さいこすごい素直なのが。結構ドライだったりとかね。すごくわかります。わかりますいや、ミクサは全然でも可愛いしか言わないと思う。 絶対そんなことはいやいや可愛い,いって言われるんですよ <laughs> お姉ちゃんって言われる <laughs> まあ私はあの格好を頑張って若作りが唯一の特技かなっていうぐらい,いさっきのアイドルソング歌うのもあるんですけど、はい、若作りもまあ一応特技としてましてまあ近寄らなければみたいな感じない,いや全然そんなことは <laughs> 大丈夫ですか、はい、もう肌の質感が違うんでいやいやいや,いや 本当にごめんなさい私アイドル好きなんで女の子好きなんでアイドルではないですけど女優さんも大好きなんですごい見ちゃうんですけどん違うですよねいやさすがだなとちょっとちょっとちょっとありがとうございます私もあのいろんなことに逆らって年齢不詳キャラでやりたいと思ってるのでいやほんとに 最初、会った時と、あの、プロフィールを見た時が、はい、えっ、と思って。本当ですか。<laughs> はい。もう一番嬉しい。もう可愛いとかじゃなくて、若いとかが一番嬉しい。<laughs> 本当にびっくりしました。<laughs> 本当ですか。はい、ありがとうございます。はい、<ー>もうとにかく、それがびっくりして。もうはい。 すごいなって思いました、本当に。ありがとうございます。はい、中身は幼いんですけども、<ー>よろしくお願いします、はい。はい、よろしくお願いいたします。はいえー、それでは、えー、私の方から口がございます。えー、まずはですね、えー、先ほども、えー、申し上げたんですけれども、えー、佐々木達也さん、私の事務所の先輩なんですけれども、はいえー、の舞台情報でして、はい、えー、っと大改底版、そして龍馬は殺された。 という舞台がですね2016年4月27日水曜日から5月1日日曜日まで俳優座劇場で、えー、舞台がありますのでもし音島さん、えー、日にちがありましたら<ー>ぜひともひいっていいただければなと思います、はいえー、そして、えー、こちらも先ほども申し上げましたけれども、えー、6月15日に、えー、私の初の、えー、主演映画「 えー、この番組、えー、構成担当、えー、井口遥さん初監督、えー、作品、えー「カップルでいこう」プレミア上映会もうございますので、えー、落としますでよかったらこちらも <laughs>。 来てくださ、はい。<laughs> 本当に駆けつけます。はい、いますはい、今のところ開けておきますね。はい。よろしくお願いいたします。はい、えー、私もかおりさん、本当にお忙しいところ、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、そして、えー、ここまで、えー、番組を聞きいただきました。リスナーの皆さん、本当にありがとうございました。そして、どうか、皆さん、佐藤美久の応援とともに、どんどんお便りもお願いいたします。えー、ファックス番号、ゼロ三五六七ゼロ、五三三二、ゼロ三五六七ゼロ、五三三二、メールアドレス、七八九。 KFM789.co.jp KFM789.co.jp 佐藤美久の女優道までお願いいたします、えー、そして私佐藤美久ブログもやっておりますタイトルは番組名と同じ佐藤美久の女優道です、えー、ぜひぜひそちらの方もチェックいただければなと思っております、えー、佐藤美久の女優道また来月お耳にかかりましょう、えー、この番組のパーソナリティは新人女優佐藤美久でした ありがとうございました。また来月